6番の奥出健志郎が今日も重倉マーク、中近勢が上昇開始で左手赤番、残り2周を切りました。3番覚醒を抑えた2番重倉、そこへ乗っていく関東ライン1番大谷隆弘、大谷が外外踏んでいきまして土地場の2人を連れて先行体制に入りそうか。大谷が先頭で中段キープになった2番重倉、6番奥で静岡勢は6番手構えるか、3番覚醒陽介、先頭は1番の大谷隆弘、後ろ2人を連れて1番の大谷、地元決勝戦は先行勝負ですが4番手早めに巻き返してくる2番重倉隆、さあ前は大谷と重倉もがき合いとなって奥出が連結外れている。1番の大谷をめがけて2番の重倉ですが車の伸びがどうか。後方から3番覚醒陽介もまくろうとしていますがまだ4番手3番手付近だ。さあ佐藤綾文の牽制を内から6番の奥出健志郎が中割りで、さらに1番の大谷に迫ってくるが大谷隆弘外から3番覚醒陽介、覚醒陽介ゴール、覚醒陽介です。